新型コロナウイルスの感染拡大で需要が高まっているフードデリバリーサービスのドライバーに対して、福岡市で交通マナーの講習会が開かれました。福岡市南区で自転車のマナー講習を受けたのは、フードデリバリーサービス出前館の従業員です。南警察署の交通課警察官から、自転車も車両に当たり走行する車線など守るべきルールを確認しました。新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛や飲食店のテイクアウト拡大などの影響で、フードデリバリーサービスの需要が高まっています。南警察署によりますと、宅配ドライバーの交通マナーなどに関する苦情が多く寄せられていて、マナー講習の開催をフードデリバリー各社に呼びかけたということです。警察は道路を使って営業するプロとして見本になってほしいと話しています。